はいどうも皆さんこんにちは、ミツキックバスターです。西岡剛スーパースピードスターへの道やっていきます。さあ実はね結構収録が久しぶりなんですけど、まあ、今回は、横浜戦2連戦と、広島戦2連戦の合計4試合をお届けしていこうかなと思っています。とりあえず久保投手ということなんで、まあ盗塁はしないです。クイックがめちゃくちゃ早いんでね、久保投手は結構ね収録が久しぶりなんですよね本当に。まあそれなりにじゃないか、頑張っていきましょう。好天に恵まれました横浜スタジアムです。セリーグ公式戦横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの4回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋西岡選手といえばね、お二人どうぞよろしくお願いします。まあ収録がだいぶ間が空いたから言うんですけど、背番号が、ね、変わったんですよね、5番に。まあ、糸井選手が7番に決まって FA で移籍してきたということで、まあ、糸井選手ならみたいな感じで西岡選手が譲ったようですけども、まあ、このスタープレイヤーでは最後まで7番でいきますよ。5番は当然ゴメス選手がいるんで、バッターボックスには西岡。まあ、状況的にはエンドランも考えられますね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球打ち、よっしゃ落ちた落ちた。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー、真ん中でしたからね。さあベイスターズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから、コントロールには気をつけたいですね。ファーストヒューマ選手ですね。うん、そうですね。小宮山さん、ゲッツーを狙うには打ちました。うわー、ゲッツーじゃねえか。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。先制のチャンスがあったタイガースですが、ロペス選手もいないのか今。さあそしてバッターボックスには西岡が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、一塁はセーフ。これが2球目。センターへ持っていった。よし、超えろ。面白いところに飛んでいる。よし、ワンバウンドヒットになった。スペース、ホームイン送球、よし、ホームイン、よっしゃ、ナイス。今のはちょっと狙ってましたが、ね、先に点を取りました。2対0になりました。よしベイスターズ、なおもピンチが続きます。まあ、足は遅くないので、ね、ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。スピードスターですか。もう少し慎重に行きたかったですね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。バッターボックスは8番鶴岡。ベイスターズ、まあ、どっちみち2アウトなんで打てば走る感じでいいでしょう。先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。2アウトはある意味やりやすいですよね、やっぱり。左方向、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。この回の攻撃はうわっと1点返された。ちょっとねチームが負け続いてるんで、なんとか。小宮山さん、ピッチャーは7回も続投ということになりました。援護を待つためにもここからも我慢の投球が必要ですね。結構真ん中来るね。真ん中来るけど打てないね。打てないね。本当にそうですよね。いや、ベストピッチはやっぱ打たない方がいいですかね。球威があるんで。まあそれのね判断もできればいい、ね。うわ嘘だろ。ちょっと待って。おいもうなんだよ、せっかく。西岡、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。あまりね初球から打ちに行くのも良くないですから、ね、ちょっとなるほど、わっと真ん中に来る、失投で来る。あ、振ってしまった、振ってしまった。試合終了。あちゃん、もう誰最後打たれたの。せっかく逆転タイムで打ったのにさ。
前からちょっと中継ぎ良くないんですよね。中継ぎに限らずか、ピッチャー陣が良くないんですよ、正直。西内選手ちょっと頼むよ、せっかく人が逆転タイムで打ったのに。もう何してんの。まずいってこれ。すでに結構差開いてんじゃないの。山口選手も FA ですからね。ひとまずね、とりあえず今日は藤浪選手なんで、ちょっとまあ次期エースなんで、ちょっと勝ちたいですよね、いい加減に。これ以上連敗重ねるとちょっとまずいんですよ、さすがに。そこをね、なんとかうまくやっていけたらと思うんですけどね。上空雲の中、ゲームがスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの5回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、なるほどね、了解です。いや結構ね、嬉しいことに西岡実況のこちらの方結構再生数いただいてまして、モチベーションにつながるので本当にありがたい限りです。西岡が打席に入ります。昨日のゲームはバットでチームに貢献しています。さてベイスターズの先発は山口。やっぱりね、こう再生数いただけると3勝0敗という成績、実況者側としてもすごくやる気が出るんですよ。あーやばい、センターだけ伸びる、センター掴んでワンアウト。真ん中ぐらい打てよって話ですよね。もうね、西岡実況の1話なんてもうすでに僕の中では結構異例の1000再生を超えてますからね。再生数4桁ですからね。本当にありがとうございます。皆さんめっちゃ真ん中来るな、どうしたの。やばい、マジくそ、ちょっと待って、それ取るんかよ、くそ。やばい、ヒットは打たないと。さあそして打席には西岡が、真ん中は逆に打ちづらいけど、ピンチは続きます。おい、もうまた真ん中来るでしょ。しっかり集中したいですね。なるほど。あ、ちょっと遅かった、ね、危ない。これは見送ってボール。あー早かった、うわー、もうダメだ。もう最初の地点的にカーブだろうと思ったんですけど、カーブだろうなと思ったんですけど、やばいやばい、アンダーが途切れる、これはまずいぞ。バッターは7番西岡。勝てない上にアンダーが途切れるのはまずい。うわ、打率一気に下がった、まずいぞこれ。なんとかちょっと1安打はしないといけないですね。うわちょっとマジかよ、うわやっちまった、最悪だこれは、最悪だこれ。うわー、回ってこい、攻めて。いや本当にここ打たないとダメだ。打席には7番バッター、やべえ、打率が一気に打率やばいぞこれ。先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。スライダーよく使ってくるな。うわー最悪だ。ああこれはもう今日はダメですね、全然。やっちまったよ、アンダー切れちまったよ、最悪だ。いやこれはあれですね、盗塁失敗云々とかより心折れますわ。うわマジか、ちょっと待ってくれよ。うわーきつい、なんでだろうな、簡単に打ちすぎかな。あー最悪だ、連続安打が途切れてしまったよ。あっちゃ
13対10ってすげえな。こういうとこで勝てないとね、勝てないとダメなんですよね。能力上げとく、能力上げとこうか。あのミートはあんまりこうミートというか、このミートの数値はあんまり上げるつもりはないです。バント克服して、パワーはもうとりあえずパワー上げていこうかなとは思ってて、走力がねめっちゃ使いたいのが多くて、まあ盗塁もそうですし、怪我しにくさもそうですし、走力は必然的後回しになるかなという感じです。とりあえずバントはね消せたのはちょっと大きいかなとは思うんですけど、やばいよ。球速、で練習もねちょっと走力重点的にやろうかなと思ってます。短距離ダッシュ、上がヤクルトか。さあ広島戦、あともジョンソンとメッセンジャーの対決ですね。もういい加減連敗をね切らないとさすがにまずいですね。これはやっぱりね、連敗するとチームの流れが良くないですからね。まあ、僕自身というか西岡選手も安打途切れちゃいましたし、開幕からずっと続いてきてたんですけど、5打数ノーヒットはきついな。ちょっと打率ランキングめっちゃ影響するんじゃないのこれ。本当にめっちゃ下がった気がする。ていうか中村選手がえらく打ってるんですよね。そんな打つ選手だったかなってちょっと思っちゃうんですけど、あでも2位なのか。おお、中村選手めっちゃ打率下がってる。なんでなんでそんな下がったの。真ん中だよな。あった、早い。ノーボールツーストライク。嘘、なんでマジで。マジか。ちょっと待って、ちょっと待って、嘘だ、あれ打てないマジで。バント、バッターは西岡。違う、バカ、何してんの。こっちだよ。さあ仕掛けてくるでしょうか。違う、パワープロの癖でまるでやっちゃったよ。送ります、取りました。間に合わないよね。あわよくばセーフティーなんて思ったんですけど、まあまあまあ無理でしょう。よし、いいね、バントが効いたよ。小宮山さん、ここまでネット力投が続いてるんですが、あんまりシーズン本番、本物のペナントっていうんですかね、だったらあんまり西岡選手のバントって見ない気がするんですけど、そろそろ替え時なのかもしれません。うわ、もう真ん中以外打ててないじゃんこれ。真ん中以外打ててないじゃん。おっと、ボール、フォアボールでもありだよ。落ちろ、落ちてくれ、落ちないか。ちょっと飛びすぎたな今。くそ、やばいぞ、ちょっと不調になってきた。ちょっとまずいなこれ。打順は7番、最高西岡。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。どうしよう、流そうかな。中崎がタイガース打線の前に立ち、どうしよう、どうしたらいいかな。1点差、非常に競った場面での投球となります。今日は良さそうに見えますけどね。やばいやばい、高めが本当に弱いなこれ。見せてくれるか。よっしゃ、危ねえ、なんとかヒット。はあ、西岡、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく、とりあえず良かった、とりあえず良かった。いいバッティングされましたね。8番バッター、はい、鶴岡、ヒットでランナーを一塁に置いています。おっと危ない、
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういったバントしました。三塁方向、サードが抑えた。一塁バット悪送球、これは際どかったが一塁アウト。さあそしてバッターボックスには俊介が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、さあ頼むよ、得点圏に背負います。ここは絶対に打たれるわけにはいきませんから、全力で抑えに行ってほしいですね。なるほど、そうですね、負けるわけにいかないんでね、これ以上はチーム的にも。何、うーん、このバントは空振りになります。打った、これで3アウト、試合終了です。はい、一打同点のピンチでしたが、はい、見事守り切りました。カープが僅差で勝利を収めました。ダメだな、なんとか勝てないわ、勝てないわこれ。ちょっとね、5連敗ですからね。お、あーどうも鶴岡選手、ありがとうございます。1000ってきついな。1000なんぼかでしょ、ちょっと上げるのきついな。怪我しにくせで、とりあえず盗塁上げたいですかね。まだ今んとこは怪我してないんでね、なんだかんだ言いながらも。勅使河原高也、球界はリードする選手に成長するよう期待したね。いやもうね、リードしてるんですけどね、本当はもうロッテ時代とか普通にリードしてましたからね。なんで仲間交換の差がんの、なんで仲間交換の差がんのよ。いや本当いい加減連敗止めよう、マジで。お、今日の試合一緒にファイトね。はい、今日ミーがしっかり決めてみせます。西岡さんのバートにも期待してますよ。どちらが活躍するか勝負ですよ。さあ行こうペレスさん。やっぱ西岡選手ね、なんか7番ってイメージやっぱ強いんですよね。5番はまだ、まあ当然ですけどまだ慣れないですね、やっぱり。5番って感じじゃないな、なんか。まだどっちかというと4っていう感じがね。確か高校時代西岡選手4番つけてたみたいなんで。今日は晴天に恵まれました。松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。まあね、とやかく言うことじゃないんですけども、阪神タイガースの5回戦です。解説は小宮山悟さん、西利久さんのお二人、実況は三田氏です。今日こそかと何回言ってるこれ、今日こそかと。お、いいんじゃない、ゲッツーだけはしない。さあそして打席には西岡が入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。犠牲フライ狙うか、強振で。いきなり牽制、セーフ。上げたいな。これが1球目。よし、打った。行け。高く上がった。よし、これだ。打球は伸びている。伸びて。よし。よし。サードランナーホームイン。まあ全然ツーベースなんで良かったですね。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。4対0。おいしゃー。今とこね、本当に真ん中しか打ってないですから、ほとんどほとんど真ん中しか打ってないですから。ここで離されたくはないですね。まあそしてこのボールもしたいですけど、今それどころじゃないんで、正直注意が必要だと思いますね。その警戒すべき鶴岡が打席に入っています。この二塁の操作はね、いつまで経っても慣れないですね。いつまで経ってもって言うと、まだ本当に動画的には10本ぐらいしか撮ってないと思うね。10本かな、10本も行ってないかぐらいなんですけど、あら、までしか行ってないんですけど。2アウトになりました。先発の横山が打席に入ります。まあここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。頼む横山選手。さあ追加点のランナーを置いた場面です。コンパクトに綺麗に打って、綺麗に打って帰るよ。インコースの変化球、外野飛ばしてきた、帰るよ。これが4球目、ライト以外、ライト以外。鈴木誠也選手の肩はちょっときついからな。ファウルになります。だから走る。打ちました。あーダメだ、これはか、よっしゃ、よしよしよし、ラッキー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 、よっしゃラッキー。あれ野間さん、野間選手はセンターだよね。
追加点が入りました。今どうなった、何が起こった、タイムリーヒット、今何が起こった、ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ抜けて、あーそうか、鈴木誠也選手攻撃したのか、あれがね、もしね西岡選手の打席だったら三塁まで回ってますよ、三塁まで行きますよ、ラッキーラッキーラッキー。バッターボックスには7番西岡、いやでもまあいい形でね得点できたんじゃないかなと思いますね。まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中得意なのはいいんですけどね。今日のカープの先発はふわっと真ん中で交代した野村、今日はベンチの期待を裏切った、早い動きが菊池さん、動き早いよ、取ってから投げるまでも早いよ、やばいやばい、危ねえ危ねえ、よし、マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。左打席の方が得意なんですね、西岡選手は。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは何した、何した、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。無理に打ちに行ってこれだよ、カープやめときゃよかった。ビハンドで迎える6回です。せめて球数稼がないとね、意味ないですからね、あんなことしてちゃね、ファンにやじられますよ。さすがにバントはないよな、この状況は。カープここでピッチャーが変わります。あ、エグサさん懐かしいな、まあ、懐かしいって言っても、ね、阪神時代を覚えてるっていうぐらいなんで、元は広島出身の選手なんでね、ここはランナー動かしていくのもいいと思いますね。確か、うん、確か広島出身だったと思う。どう生かしてくるか、また敬遠、敬遠じゃない、牽制、エゴシ選手か。ライト方向、よし、綺麗に抜いた、一二塁間を破る、流し打ち成功、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁、ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあそしてバッターボックスには鶴岡が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。ここで離されると難しくなってきますから、中継のピッチングライナーバックには気をつけないといけないですね。なるほど、そうですね、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういったライナーバックには気をつけたいけど、ホームまで帰りたいっていうのもあるんですよね。3ボールになりました。わーっとインコースに攻めてきました。三振かい、三振かい、代打、代打使う、バッターボックスには代打の加納、お、加納選手来たよ。ここ抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、代打の神様行こう。神様ってほどじゃないな、八木選手とか檜山選手に比べるとやっぱりまだまだ神様っていう称号はちょっとね、まだ与えちゃダメな気がしますけども、でも結構代打で打ってるイメージあるんですよね。3球目アウトコース、これは見送ってボールです。大きく外れました。どうなる、どうなる、おお、フルカウント、フルカウント、ピッチャー逃げ切れる、おい、おい、マジかよ。よし、ようやく、ようやく連敗止めた。敗れてしまいました。ああ、西さん、今日はルーキーを崩しきれなかったのが痛かった。この辺りでしょうかね。そうですね、まあ、初めての対戦ですからね、まあ、なんとかね、打ち崩したかったですね。よし、おめでとう、横山選手。大きな今日は勝利になりました。よし。今日は2安打か、2安打1打点ですね。ありがとうございます。ありがとう、OK です。西武は5対1で勝利、菊池投手ようやく今季初勝利。A クラスは維持したいですね。はい、ということで次回はヤクルト戦3連戦をお届けしてまいりたいと思います。以上、ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。